横浜市西川選手です。まずは見事なゴールでした。はい、その前に2度ほどチャンスがあったので、まあ3回目入って良かったです。はい、でもあの試合前のコメントでもあのレアンド・ドミンゲス選手からいいボールが来るので、信じていれば結果は出るというふうにお話されていたのが非常に印象的で、それが本当に結果になった形だったと思うんですが。いや、もう本当にレアンドルからいいボールが練習の時からすごい来てて、まあ、あとは、まあ、決めるだけっていうボールがたくさん来てたので、まあ、こうやってゲームでも信じて、はい、綺麗に決まって本当に、まあ、ほっとしてますね。はい、あのゴールシーンはいかがですか、振り返って。まあ、1回目2回目のチャンスよりもちょっとこう後ろに下がりながらだったので、まあ一番難しかったかなと思いますけど、まあでも本当に、まあ本当無心で、はい、ヘディングしたって感じです。はい、今日の試合90分振り返ってはいかがでしょうか。まあ本当に難しい試合になりましたけど、まあ本当に粘り強くこう守れて、まあピンチもありましたけど、なんとかこうゼロで、まあ、しのげてて、まあ、それがこうやって今結果に出てたんで、まあ、本当に粘り強いみんなが最後まで戦った結果だと思います。はい、前半藤井選手少しアクシデントがあって小宮山選手入ってきました。そして今日は川崎選手とも共にプレーされましたが、それについてはいかがですか。まあ、小宮に関しては、まあ、本当にボールが落ち着いて配球できる選手なので、まあ、安も、まあ、ゲームは初めて組んでやりましたけど、まあ、能力の高い選手ですし、まあ、思い切ってやれてたと思いますね。はい、さあこれで3試合負けなし、2つ の, あのアウェーでの試合いい結果で結べたかなというふうに思うんですけれども、リーグ戦残り10試合となりました。これについてはいかがですか。まあ、本当にもう残り10試合、まあ、すぐだと思いますし、まあ、今いい形で来ているので、次もホームでできますし、本当一つ一つ勝ち点3取れるように、まあ、また1週間いい準備して臨めたらなと思います。はい、このピッチの中で一番大事にして臨みたい部分、残り10試合どんなところでしょうか。まあ、僕は常に声を出して、まあ、その選手間でいい声出してまとめるっていうのが、まあ、自分の役割だと思ってますし、まあ、90分声を切らさずにやるっていうのは意識してやってますね。はい、そして今日はかなりお客さんも入ってたかなと思いますが、まあ、本当クラブとしてもこの J1 昇格に向けて、まあ、気合が入っている状態ですし、それも選手が感じ取れているし、まあ、こうやって結果が出たっていうのは、まあ、すごいその努力が実ってますし、まあ、最後の最後で本当笑えるように残り10試合頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。